こんにちは。第2種電気主任技術者の平です。今回は電験2種の講座として直線導体の周囲の磁束密度をビオサバールの法則を使って導出する方法を説明します。最初にビオサバールの法則の式を図を使って説明します。ビオサバールの法則は電流の微小部分が作る磁束密度を表した法則で このことを図のような閉回路に電流 i が流れている状態を用いて説明します。ここで閉回路の経路の微小な距離 ds を取り出し、この部分に流れる電流 i に長さ ds の大きさを持ち、経路の接線方向に向きを持つ専用素ベクトル ds をかけたものを 電流素辺と言いますこれは電流の流れている微小部分を表しまた電流 i はスカラー量のため専用素ベクトル ds をかけることにより電流にベクトルの性質を持たすことができます次に電流素片が点 p に作る時速密度の式を説明します 原点を O と置き、原点 O から見た点 P の位置ベクトルをベクトル R、原点 O から見た電流素圏の位置ベクトルをベクトル R' とすると、電流素圏から見た点 P の相対位置ベクトルはベクトル R-R' となります。この位置ベクトルと 電流素をを用いて磁束密度を表すとこのようになりこの式がビオサバールの法則の関係式です。この式の分子は電流素片と相対位置ベクトルの外積で分母は電流素片と点 P の距離の3乗となっています。なお μ0 は真空の当時率を表しています。ここで時速密度の向きは ベクトル ids とベクトル r-r' の解析のため ids から r-r' に右ネジを回した向きになることから画面の手前から奥に向かう向きになりますまた電流 i は閉回路の図のように経路を一周しなければ存在しないため実際に 点 P に生じる時速密度は、閉回路の経路を積分経路 C' と置けば、微小な時速密度ベクトル DB を経路 C' で周回積分した値となります。以上がビオサバールの法則についての説明です。次にビオサバールの法則を使って、無限直線動体の周囲の 時速密度を導出します今回は、時速密度を導出する座標として、円柱座標を使用しますので、円柱座標について簡単に説明します。まず、図のような3次元直行座標について、任意の点を3次元直行座標で表すと、x 軸方向に x、y 軸方向に y、 z z 軸方向ににの位置にあると表せます次にこの任意の点を円柱座標で表します図のように仮想的な円柱を考え任意の点が円柱の端の部分にあるとしますこの時 z 軸方向の位置は直行座標と同じ z で xy 平面上の位置は平面 直座標のように距離 r と角度 φ で表すため 1xyz との関係式は x=rcosφy=rsinφz=z となります。なお円柱座標の規定ベクトルは z 軸方向については3次元直行座標の Z 軸方向と同じ向きであり xy 平面上については同径方向のベクトル er と同径方向から半時計回りに90度回転させた方向のベクトル eφ が規定ベクトルとなります。以上が円柱座標の説明です。ではビオサバールの法則を使って無限直線動体の周囲の 磁束密度を導出するため図のような電流 i の向きを z 軸方向とする無限直線動体を考えます最初にミオサバールの法則の各ベクトルの成分について図を用いて求めます図のように無限直線動体上に原点 O を置き点 P に作る磁束密度を考えると 原点 O と点 P の Z 軸と平行な方向の距離を Z、Z 軸と垂直な方向の距離を R とします。また、電流素片ベクトル IDS の距離を S とします。よって、原点 O から見た点 P の1ベクトル R、原点 O から見た 電流素片の位ベクトル R' はこのように作図できるため、電流素片から見た点 P の相対位ベクトルはこのようになります。では、この図における各ベクトルの成分を表現します。ベクトル DS は微小距離 DS だけ Z 軸方向に進むベクトルのため、DS と 規定ベクトル ez の積となりベクトル R は、規定ベクトル ER と R の積及び、規定ベクトル EZ と Z の積の和となります。また、ベクトル R' は、規定ベクトル EZ と Z の積となるため、相対位置ベクトル R-R' はこのようになります。よって、 相対値ベクトルの絶対値の3乗はこのようになります。さらに、ベクトル DS とベクトル R-R' の外積は、行列式から青字の成分の規定ベクトル Eφ のみ有限となるため、R, DS, Eφ となります。これらの成分をベクトル DB に代入すると、 このようになり、任意の点の電流素片が作る。磁束密度ベクトル db が求まります。なお。磁束密度の向きは図のように画面の手前から奥へ向かう向きになります。では、次のスライドに移ります。次に無限直線導体のすべての電流。素片について足し合わせて無限直線導体の。 周囲の磁束密度を求めますまず規定ベクトル E の成分を db と置くと無限直線導体のすべての電流素片を足し合わせた時速密度 b b は db の積分となるため微小距離 ds をマイナス無限大からプラス無限大に積分した式となります。 この積分は、置換積分により計算します。s-z イコール r タンジェントシータとすると、ds イコールコサイン2乗シータ分の r × d シータとなり、また、s が無限大のとき、シータは2分の π、s がマイナス無限大のとき、シータはマイナス2分の π となるため、 積分範囲はマイナス2分の π から2分の π となります。これらの式と条件を代入すると、このようになり、さらに青字の成分は三角関数の公式より、cos2θ 分の r2 乗と変換できます。よって、この式を計算すると、2πr 分の μ0i となるため、 無限直線動体の周囲の時速密度ベクトル Br は 2πr 分の μ0i× ベクトル Eφ となります。この式は図のように電流が流れる無限直線動体の周囲には反時計回りに Br の大きさの時速密度が生じていることを示していることから アンペアの周回積分の法則で同出される式と等しいことがわかります。以上が直線動態の周囲の磁束密度をビオサバールの法則を使って同出する方法の説明です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。